岡田監督、ブチギレないコメント。佐伯はよく投げた、よう投げたよな。板山だけタイミングが合っていた。いやいや、まっすぐ行くと思ったけどな。インコース構えたからな。4回は四球があったが、そこをしのいで、おう、あそこは別に、な。フォアボールが2つ絡んだけど、ちょっと警戒しすぎたみたいなな。あれやったからな。粘り強く、粘り強くって、普通通りよ。7回はチャンスでもそのまま、いやいや、1、サンディとか、2、サンディになったら、用意しとったけどな、あそこでは1塁では帰れんよ。これからも週頭を託せる、そら、そういうことやん。勝たせてあげたかった、そら点取らんと勝てへんからな。中盤以降捉えた打球が増えたか、いやいや今日はあれや、内容的には最近ではまだ良かったよ。今日は、試合前のフリーバッティングも、良かった、久しぶりにな。これまでのゼロとは、そらな、相手のキッチャーも良かったからな、小笠原もな、チャンス作ってもそこで1本出るかどうかや、そういうことや。9回も、塁出たらチャンスあると思ってたけどな、1点やしな。4回も西からチャンス作った、まあな、あんまそんなな、悪い打球じゃなかったけどな、大山のもな、結果論だが正面に飛んだのは痛かった、それはしょうがない、そんなのは、まあそれは正面行くということはやっぱりな、向こうのボールが良かったやろな。良かった感覚を持って明日も、だからちょっと今までのゼロとはちょっと違うよな。おう、それが野手の方がなどは明日からな。どういう感じでできるかやろな。また野手ミーティングで改めて、言ってない言ってないそんなん。バッティング練習みたいに軽く振るだけでええのにな。ボーで火炎でええのに変えて佐伯まで勝てなくなるオチやろ。板山は覚醒したのか佐伯からポコポコ打ち寄る。情けないのおう。大山フォローしてたけどあれが出るなら絶対に2度の併殺の場面攻めてたと思うで。まあ褒めたばっかりの大山攻め練習畑要因森下佐藤ゆか残したから言うことないわな。もうボールか岡田どっちかのせいにせんとやってられんよな。